いい天気です、あゆみちゃん。私やあゆみちゃんが小さい頃から感じていた嫌な予感が、このとてもと、まさかです。あの子に話しておかなきゃいけないかも。悪いことが起きなければ良いのですが。カバンを投げ出して、ベッ、見慣れた照明、見慣れた天井の模様。あれは私が5つの誕生日の時、開ける、これだけ見慣れた光景を眺めているんだから当たり前だとは思う。今の瞬間、この出来事って前にもあったんじゃないかって。それはデジャブって言って、心に新たな可能性が生まれている証拠なんだって。おめでとう中島さん、もう一人の人格が誕生しつつあるわよ。委員長がさらっと怖いこと言ってたけど、そういえば最近自分のことを客観的、こういうのって考え出すと止まらなくなって頭痛くなるから、いつもはすぐやめるんだ。それが今日に限っては本当にリアルにいつも以上に大きくなって私の周りを包んでるんだ。ナオミさんの家はどこに行ってもナオミさんのスメルがするわ。何ここ、天国。なんだろう聖子、前にもこれあった気が。何が？聖子うちにと、なんか次の日服を買いに行こうって話をしたよ。私がついにナオミを攻略してこのサンクチュアリへの潜入に成功したのは今日だよね。気のせいか。いやーん、ついにフラッ、楽しもう。おいおい、わかり、そう、今日は語源が終わったら速攻学校を出て、お菓子とジュースを二人で食べ、聖子とは長い付き合いになるけどお互いの家に泊まったりしたことはなかったから。ああ、そうだナオミ、一応うちに連絡入れていい？今日のことは伝えてあるけど学校から。ああいいよ。いあ、大丈夫、携帯で。ありがとう。電話入れとかないと優が寂しがると思うのよ。わかった、じゃあ喋ってて。ちょコール中の携帯を片手に V サインを送る聖子を残して部屋を出る。なんだかほんと新鮮、私の部屋に今晩たっぷり話せるんだもんね。何話そう、何話そう。うんうん、 OK。 よし優、明日お父さん遅くなるらしいから一緒に準備してお父さんサプライ。じゃあみんなによろしくね。ちゃんと暖かくして寝るんだよ。大丈夫だった？うん、ありがとう。これで今日は心置きな。楽しそうだね。ナオミこそ何話そっか。何でも OK だよ。なんだろう、なんだかいつも一緒にいるのに場所が学校から自分の日常の空間に変わっただけで、私は聖子の顔、この子、この子とかいろいろ考えて、なんだかよくわからない。ああ、じゃああれ行こうよ、さっき買ってきたチョコ。おー、行こう行こう。少しチョコレートの色味がかかったキラキラ透明な液体をコップに注ぐ。弾ける炭酸がパチパチと心地よい音を立てている。うーん、色は綺麗だね。その時は明日学校持ってってみんなに振る舞って遊ぼう。それはいいね。ありがとう。よし、じゃあ同時に飲もう。オッケー、じゃあ、うん、おいしい。気がつけば二人ともいつもの同じことで喜んで、同じことで笑って、こんな友達ってなんで今日はこんなにこの子が愛しいんだろう。本人に言うと聖子とは大人になってからもずっと、なんだろう、修学旅行、うん、え？あれ、いつもナオミから、ええ、食事時とかあなたの話ばっかりよ。こ
ご家族セイコ、あと、そうそう、持田さとしくんのお話と、お母さん、やめて、ね。あら、ごめん知ってます、愛しの持田くんのこと。セイコ、あなた、情報通ね。ね、今度私、おいしいものごちそうしてあげるから。学校での飲み喜んで、お母様。ちょっとじゃあ、お湯張ってあるからお風呂入りなさい。女の子、けたーフラグ。え、なになに、一緒ってどういうこと、フラグってなに。さっさっさ、お母さんお風呂お借りします。はーい、よく温まるのよ。セーラーの襟を引っ張られて脱衣所に連れ込まれた。やっぱり恥ずかしいから別々に入ろうと抵抗も虚しく、セイコは私慣れた手つきでスルスルと衣服を剥いでゆく様を見て確信、この子はプロだ、人の服を脱がすプロ、訓練されている。うわ、あっつい。おっナオミさんの家のお湯は、お母さんが入れたお風呂はいつも設定温度が高い。もうあれ、体冷えてる？寝てません。風邪ひかないでね。服脱ぐの時間かけすぎだよ。そんなに恥ずかしがらないの。洗面器に汲んだお湯で自分も体を清めながら、よく言うよ、私の意思お構いなしに毎日弟たちをお風呂に入れて。おお、なるほどね。さ、恥ずかしがらないで、友情。はいはい、もう吹っ切れました。じゃあ背中な、うっほっ、お願いします。買ったばかりのシルクタオルにボディーソープをたっぷり。スタイルいいな、新品なんだよこれ。よっそれにこうして獣のような変な声がお風呂場に響く。変な、またそこ、ここかゆかったのね。聖子の体がみるみる泡に包まれていく。でもこ、あれバレたか。よし、徹底的に洗おう。今日は全部聞こえないよ。スイッチの入った私は、聖子の今日の語源のホームルームは文化祭の準備だったから。いやー、聖子スレンダーだよね。肩甲骨、そう？自分じゃ見えないからよくわかんないや。あ、私は、何そのおじ、美しい。はいはい、じとーっと舐めるように私の胸を見ている聖子を眺めて、私は、なんだろう、首に何か、聖子？それ、え？なんか、聖子の首に薄く浮かんでいたあざは指で描いたというよりは布でこすったような感じ。聖子ったら、おしるこ屋のたすきをずっと今日首にかけてたもんね。早く治るといいね。ん？え？ん？そんなことより尻を揉ませろ！チェイサー！うわ、ちょっと聖子、荒ぶりすぎだよ！辛抱たまらん！もう一つ布団。シングルベッドに無理やり二人で入り込む。私が床に布団で寝るよと言ったんだけど、聖子が狭くないならいいんだ。あったかくて素敵。口を数字の3みたいにして目を潤ませてこっちを、じゃあしない、なんだろう正直自分でも気づいてる。多分聖子のセクハラとそれを笑ってスルーしている私を傍から見たら仲良しを超えた二人に見えるだろうなって。だけど私はもちろん聖子だって本当に大好きな友達として、だから時々される誤解を解くのが大変だったりもするんだけれど、それはそれで面白いから私もちょっと楽しい。私ね、友達私もお泊まり帰った。あれ、大丈夫？腰の入ったいいパンチだって。聖子がほっぺたをさすりながら、ごめんね。あ、来て来て、弟、ありがとう。窓の外から差し込む月明かりが、私は今、
どこに。でも実は本当の自分。眠くなると、はあ、だね、文化祭だ寝坊しないでよ。大丈夫だよ。私、よし、行ったね。おやすみ。おはよう。聖子も疲れてるのかな。気持ちよさそうな寝息を聞いて、この子、びっくりするほど体温高い。昨日の夜は寒かったけど。だね。わ、起きて。ナオミの声はいつだって、熟睡して。もう超能力の息ね。で、ねえねえ。ん？将来結婚してもさ、変わらず私と一緒にいてくれる？もちろんだよ。急だね。本当に？本当に当たり前じゃない。私とせ何急に。もう聖子がバサッと布団をかぶる。何この萌えキャラ。友達以上。ナオミ、ん？ずっと一緒にいようねうん、おやすみ。聖子も私と同じこと。嬉しい反面、なんだかまた照れくさいような。聖子はやっぱりすぐに寝息を立て始める。こっちを向いて目の前で寝ている聖子の頭をじっと見ていると、おかしい。寝入りかけ、そのままお母さんが子供にやるように、うん、いい頭の形、丸いな。私、聖子が私の胸に顔をうずめてしがみついてくるなんか変。よしよし、いい子いい子。今日夕方から雨降るみたいよ。はーい。お借りします。よし、元気に行っておいで。はい。お母さん。誰がお母様？びっくりするほど早起きな聖子に髪を溶かして制服を着ると、急がないと準備に遅刻しちゃう。おほ、今年もすごいね。うん。あ、そうだ、私準備室からお椀運んでくるから。了解。 ありがとう。文化祭、如月祭当日。結構歴史のあるこの学校で、中等部から高等部までみんな30分後の開催に向けて、あとで時間があったらいろんなクラスもあり、家庭科準備室に洗って伏せておいたお椀を抱えて、いつもの階段を上り、2階の奥にある、今日私たちのクラスでは教室に近づくと、朝ごはんいっぱい食べてきたのにもう食欲が顔を出す。やっぱり。おはよう、みんな。おしるこ屋の。おはよう。おはよう。おはよう、岸沼。さと、ん？なんだかさとし気になったけど、私はまず両手に抱えたお椀を置こうと教室の奥に入っていった。足元が見えない、うん、怖いなうわぁ、ちょっと聖子。手の塞がったナオミさんを見て。こら！ああ、ダメだよ。食器は清潔にしておく。ごめんね。そうして始まった文化祭。私たちのおしるこ屋では、鈴本さんの彼女は演劇部で、いつも舞台の衣装デザイン。それだけじゃなく、実際に縫製までしちゃうから、この衣装が超可愛いと評判になり、私たちもサボる岸沼を追い回したり、休憩。結局私たちのおしるこ屋は校内人気第1位を獲得して大成功に終わった。時計の針は。楽しかった文化祭も終わり、みんなで雑談しながら、この気がついたら残ったのはサトシとイン。他の子たちは結局後から来てくれた副担のシシド先生と、お兄ちゃんを迎えに来たサトシの妹。おお、片付いた。くそ、バックレて帰りやがった連中。うん、
私の委員長岸沼でさえ残ってるのにね。うるせえ。鈴本さん、あなたと過ごせたこの数ヶ月、元気いっぱいのあなたに何度救われたかしら。みんなあなたのことが口には出さないけど、みんなちゃんと見てたんだよ。周りを気遣って、みんなを立てて、陰では一生懸命努力してた。意識もせずにそれが実行できるのは本当にすごいこと。あなたの副担任でいられたこと、向こうへ行っても元気でね。はい。そう、文化祭後の連休を挟んで、鈴本さん、今日が実質最後の登校日だったの。みんな鈴本さんのことは本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと時間も遅くなり、怪談好きの委員長が幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきたんだ。彼女はカバどこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに、ビジュアル的に呪いの儀式みたいでなんだか怖い。ネットこれをするとね、永遠に友達でいられるんだって。ほう。どうやるの？ダメだ、これはダメだ。みんな危険だ、これはしちゃダメなんだ、命に関わる。さあトシ。命とはまた大げさだな。あれあれ。違う、冗談じゃない。怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持ちだ。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。どうし、頼む、やめてくれ、これはやっちゃいけない。あれ、これ本気の時のサトシ。同じ日が繰り返されている。俺にはわかるんだ、この先大変なことが起こる。もう終わるから、いい子で待って。繰り返してる。委員長が言ってた。そういえば、なんだろう、この現場。おまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな引っ張って。青ざめた顔をして、サトシが紙人形、ようやく意地を張るのをやめたねと微笑むみんな。あれ、行くよ、せーの。パニックになる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から、殺してやる。いやあ、パニックになる頭の中を整理。何が起こってたの今。黒い霧みたいなものが私の全身から喉の奥に太いものが詰まってて、息が出、私は胸の奥に大事にしまっている命を、まるで冷たい手に、胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる、喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死で、見覚え、この場面。私、幸せの幸子さんを行った私たちは、すごいお、サトシやシシド先生、委員長たちの姿はなく、私のそばに聖子と私は二人で励まし合って校舎の探索をしていたんだけど、そんな中、サトシの妹ユカちゃんの声が廊下の奥から聞こえたの。足をくじいて動きづらい私を保健室のベッドに休ませたまま、そこへ一人になった私も狙いすま、怖かった。歯が勝手にカチカチと鳴る。
どうして私を一人に。私も一緒にゆかちゃん探しに行くって言ったのに、どうして一人で行っちゃうの。聖子、ナオミ、どうしたの、大丈夫。聖子、そんなことが。聖子の顔を見たこの子がいると本当に安心する。素直にそうすればよかった。私の、ごめん、知らないよ。安心感からか、私の胸の奥からは、この子に当たっても仕方がない、この子は何にも悪くない、分かっている、心底心配してくれているのに、守ってあげると決めたのに、聖子のまま行方不明でお母さんにも迷惑かける。おナオミ大丈夫だ。だってそうじゃん、私お母さん仕事あるのに、私ここで死ぬ。この時聖子と話しながら、私は、この流れはダメ、無駄じゃな。家族ってね、迷惑とか足引っ張るとか、そううまく言えないけど、その人のためなら何だってできるものだと思う。さっきの既視感が戻ってきて、どんどん確信に変わっていく。そう、私はこの先の運命を知っていた。このままだけど、そうだよね、心配はかけるべきじゃない、夏美を。だからそうならないようにね。あんたの家はどうだか知らないけど、うちはそんな。おめ、このままだと聖子が首をつって死んじゃう。謝る。やだ、ナオミにこんなこと。聖子、このままじゃいけない。聖子をここで。私はとっさに、聖子、謝ろうとした途端、喉に何かが。ナオミ、ごめんね、私があなた。聖子、待って、待ってよ。走っていく聖子の後ろ姿が、聖子に向けた私の意識を、ある違和感が強制的に引き戻す。口の中に異物感、何か入ってる。ズルズルズルっと、真っ黒な髪の毛は胃の中から食道を通って、扁桃腺が刺激されて、また戻してしまいそう。何よ、髪の毛。おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。謝る子、何かの力が働いてる。何か。ダメだよ、絶対させないから。とにかく追いかけなきゃ。私は聖子の走って、立っていることもできないぐらい激しい地震が起こる。校舎全体が揺れる。暴力的なまでの、そこら中でガラスが割れたり、天井が。こんなところにこのまましゃがんでいたら死んじゃうかもしれない。天井が落ちてくる、どんな死に方するの。体が、いろんな想像が頭の中を駆け巡るけど、なんていいかよ。体を小さく丸く硬直させたまま、私はただ祈ることしかできなかった。どれくらい経っただろうか。一瞬にも、数分にも、数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎ、体中をこわばらせながら、ゆっくりと体を起こすと、服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入ってて、服をつまんでバサバサと払い、スカートをはたいて、ほこりが舞い、白く煙る廊下を見渡すと、絶望的な状況が私の前に。今の地震で床が抜けて、向こうが、もう少し向こうにしゃがんでいたら、床の亀裂に飲み込まれて、穴の縁に膝を。暗くてよく見えないけど、この校舎、さらに下の階の、ちょうどここから真下の床にも、ここから落ちたら、どこまで落ちていくんだろう。どうしよう、急がないと、急がないと、
聖子が自殺してしまう。今度こそそんなこと絶対させない。そんな運命変えてやる。壁に叩きつけられて飛び散った人の内臓のようなものがこびりついている。ものすごい匂い。さっき聖子が言っていたけれど、また吐き気がしてきた。一人で真っ暗な廊下を歩いていると、まるで一歩ごとにそれがどんどん重なって、いつ正気をいつまで保っていられるの。怖いという感覚は粘着質だ。歩きながら聖子の名前を呼ぶことで、聖子どこ。通路の先の真っ暗闇に光る筋が恐る恐る近づいてみると、確かに光る線がある。いた。刺激に驚いて離した指を見てみると、裂け血の玉はみるみる大きくなり、やがてつな指を伝って手首の方に流れ出る。ピアノ線。少し撫でただけで、何これ、痛い。こんなのが張り巡らされた廊下。幽霊とかじゃなくて人。私は何。まさか私が罠に引っかかって死んだり。自制が効かずに口をついて言葉が出た。やだよ、やめて。いろんな感情がぐるぐる回って、切断線が張り巡らされたこの通路を、何かこの線を切れるよ。私は来た道を引き返すことにした。黒板に文字が書いてある。何これ。さ、誰かが書いたとしか思え。人だか霊だか分かんないけど、誰かいるの。何なのよ。もう見えない存在に怒りをぶつける。両目から勝手に流れ出る涙も拭かずに、その部屋を後にした。ここにもまた部屋の中央に切断線が走っていた。でもここにはただ一本のみ貼られているだけ。くぐれば奥に進めるみたい。何か教室の隅に糸巻きのような大小の、これがもしかして外の大きなレバー。古びたレバーは錆びついていて簡単に動いてくれない。光る線あったよね。
いな装置。床板が伸びたけど、触れないように気をつけないと。ここにもまた光る線。階段出口に切断線だなんて、ひどい。いくら歩いても聖子のかけいろんなものが私をいじめるし、気がつくと私はだんだん自分すら信じられなく、私が勝手にそう思い込んでいるだけで、今までだって騎士官については小さな頃記憶の引き出しに詰まっている似たようなシチュエーションを神もうやだ聖子、何かに頭を支配されたように理性を失った私は、あの音、壁を蹴るような大きな音に引っ張られるように、同時にこのシチュエーションの記憶の、やだ、トイレの中から聞こえてくるこの乱暴な音、そうだ、しんと張り詰めた人の気配は全くしないけれど、奥から見私の心臓が跳ね回る、緊張して血が逆流しているような感覚になる。ロープを見て真っ暗な気持ちになる。やっぱり死のこのまま。背後でまた壁を、誰もいない、壁、手を軽く握った甲の方で壁のあたりをノックしてみる。よく見ると周りの壁、私は考えるよりさ、壁の一部がドアのような壁だとばかり思っていたから、真っ暗。畳を縦に2枚並べたくらいの行き止まりの床には、人、下の階が見えない。ここを、気圧か、風のせいなのか、さっきからの音は、この穴、場所が場所だけに、この下に降りても、きっと、想像を絶する場所に出るだけのような気もする。汚物が溜まっている部屋に着くんじゃないのかな。自分に問いかけると、でももう二度と来たくないし、それなら今確認し、考えを二転三転させながら、私はなるべく空気を吸わないように、はしご濡れてるな、くいやだ、よかった。そこは泥の降りてきた穴から薄暗い光が、調べる意味あるかな、この辺、辺りを見回そうと立ち上がろうとした。足首が、聖子に手当てをしてもらった捻挫した方の足首で着地してしまい、嘘、大丈夫な方の足で立ち上がり、捻挫した方の足をそっ、
呆然とした。こんな真っ暗な場所で誰にも気づいても足のしびれがだんだん溶け、やだ。壁に体を預けながら捻挫した方の足を浮かせて、はしごに両手をかけて上がろうとするけれど、意を決して片足で濡れたはしごの一段目に足をかけようとしたんだけれど、全身の血の毛が冗談じゃない。私は必死になって何度もはしごを上がろうと、もがいては落ち、何度繰り返したかわからない。周囲でも自然に、ごめん。目の前に、お友達のところに来たけど、よくここまで来たね。頑張ったね。目の前に、小さな女の子、キュッと、私の頭。よしよし、大丈夫。もう、幽霊でも何でもいい。いい子、いい子、大丈夫。辛い記憶は、その方が面白いから。子が抱っこの腕で近寄ってくる。温かい、生きて。もうあっちにね、畳の敷いてある部屋があるんだ。ちょっと休憩。じゃあそこで少し休もうか。用務員室、あ、さっきここと、そうだっけ。な、気がついたらこの中に寝かされていたの。だろう、え、やめて。幽霊と言ったって優しい幽霊もいるってさっき言って。聖子は余裕でここに飛ばされてきた当初、人玉を見て怯え切っていたことは思えない。なんか聖子、さっきまでよりも強くなってん。もう気をつけてよ。用務員室の中は明かりはつかなかったけど、常に私たちは畳に腰を下ろすと、しばらく無言で並んで座っていた。なんだか何を話せばいいのかわからなかった。無事でよかったよ。なお、さっきすごく痛くなったような気がするんだけど。よかった。聖子、おまじな、ないの。どっかで落としたのかな。うん、困ったね。じゃあ帰ったらさ。うん、そうだね。落ち着くと部屋を出るのが嫌になる。校舎の探索に戻る。私たちはそのまま結構長い時間ここで、クラスのみんなのこと、文化祭のこと、昨夜話しながら、私はふと、だよね、ほんと。は？ん？暗くてよく見えないけれど、聖子がなんか変。ナオミ？ん？勇気出し、あのね、うん、あの、真剣な表情になぜかこっちまで緊張する。え、やっぱいい。なにそれ、気になるじゃん。笑わない。うん、嫌なら私。え、ドキッとした。ここで初めて、ここって何が起こるかわからないから。うん、聖子の視線が、あのね、え、したいの。なんで。好きだか、友達って。聖子は黙って首をブンブン。男子にもされた。聖子は耐えきれないって様子で、よく見えないけどきっと本気なの。結婚したいくらい。こんなに小さくて震えた聖子の声。え、私は聖子、ごめん。私は涙の理由は自分でも理解できなかった。怖かったような。恋に関してはどうあれ、ありがとうって言うべきだし。聖子、私がこんな反応じゃ今
きっと後悔してる。戻ってフォローしてあげよう。突然すぐ蛇口をゆるくひねったように、勢いはないけれど、でもどこから聞こえてくるんだろう。あ、近い。あまりに近い。え、嘘。私の太ももを伝え、黒い液体が。やだ。慌てて指ですくってみた。血ではない。よく見るとうっすら光っている。手についた黒い液体をスカートになすり、頭を抱えてひたすら叫んだ。ぎゅっと目をつむった真っ暗な視界に、突然天地立ちくらみのような、めまいのような、まるで重い、体が重い、頭が重い、全身の血液が、あと顔中に血管が浮き出て、目も充血、痛い、どんどん血が上がってきてる、止まらない、助けて。気をつけて、あなた。意識の朦朧とした私の耳に、女の子の子、お友達を助けたければ。何。一層頭が重たくなって、耳の太い血管が裂けたような音、目の前がぼんやり光っているのを感じ、塞がっていた目は開くかな。私はギュッと締めていたまぶたの力をゆっくり。あれ、ここは。いつも見慣れた風景だった。今朝も、え、本当に帰ってこれたの。お母さん、ただい。おかしいな、なんだか視線が低い。家の中のものすべてが。ナオミ、猫もらって。あ、お父さん。いつも留守番して偉いな。ほら。よかった。あ、お母さん。この子がいれば、お父さんもお母さんも。この猫がいれば。やめて。メイは家の庭を散歩したり戻ってきたり、ハムテリトリーが狭くて庭よりあるとき、私は次の日も帰りが遅いというお母さんだ。やめて。姉ちゃんがいるから、パパもマリアちゃんのせい。あらあら、どうしたのナオミ。そ、ナオミ、ひどいこと言っちゃった。何言ってるの。大丈夫、ずっと一緒。あなたの気持ちをちゃんと理解できる子だわ。それからしばらくして、私は泣きながら毎日表を探し回ったけど。残念だね。違うの、せっかくのお友達。私が新しいお友達ができるよ。メイちゃんは優しいから私の前からいなくなったんだ。私が。メイちゃん、帰ってきて。メイちゃん、あなたは。お母さん、どこにいるの。いない。ナオミ、セイコ、セイコ、セイコ、大丈夫。何の反応も返ってこなかった。よく見えないよ。私は近寄り、床に座っているセイコの体に。お、部屋が薄暗いせいで。でも、なんだろう、この違和感。冷たい。待って、私どこにいるんだっけ。ここ、なんだか遠くからお線香の匂いがした。岸駅、岸駅です。違う、目の前で床に無言で座っているこれは。ナオミ。真っ暗闇の中、聖子の形をしている。いる、すぐ近くにいる。誰なの。お友達よ。あなたが死なせてしまう未来。どうしてさっき一人にしたの。この人、あなたを。そんな。打ちひしがれる私の前に、見上げると目の前に赤い。どうしても助けたい。あなた、この世界に。何を言ってたけど、さっきから校舎の至るところにいる幽霊とは。助けたいよ。もう一度、今見たのは魂の。あなたは
この時間軸を通過する。そんなことありえない。普通は理解できない話だった。でも断片的だったけれど、圧倒的な存在感でずっと感じてた既視感は。だったら抗ってみなさい、死の運命に。気がつくと私は校舎の参加、いつの間にここに来たのか。私の股から陰鬱な気持ちが広がっていく。けど今はそれどころじゃない。私はまたあの子を一人にしてし、まだ医務室にいるかな。この音、トイレの中。乱暴な音に緊張しながらそっとトイレの中を覗いてみた。しんと張り詰めた空気の女子と、人の気配は全くしないけれど、奥から三つ目の扉が今動いたような気がする。ずっと感じていた違和感。私はこの先の成り行きをこうなる前に止めなきゃいけなかった。あの未来、私の記憶に焼き付いている。あのイメージは現実。成功、成功、生きてるのね。うっすらと悪い未来が見、待ってて、何かないの。高い位置に体がある成功、助けられるもの、何か。大見える。ダメ、あのバケツ穴が開くわ。何か違う方法。半ば意識を失いながら、それは生にしがみつこうと空をかく手足の動きに。絶対助け、大丈夫、未来が見えるんだもの。今度は運命が味方してくれているんだもの。これもダメ、体を引っ張って余計に首を、うわっ、成功、どうしよう。そうだよ、とにかく私は聖子の下に体をかがませると、暴れ腰に力を入れて聖子の首と天井の支柱をピンとつないでいたロープが緩むと、聖子の上半身は力なく、私は慌てて前に出て聖子の上半身を奥の壁に押し付けてもたれさせた。聖子、息して。今ロープ、全身の毛が逆立った私は運命に手を、新しい世界に今、はい、不思議だった。私の既視感、最悪の未来の記憶はこの先どうなったのかを全く覚え、この子の死だけを、つい暴れるのをやめぐったりとうなだれた聖子の首に、首に食い込んでいたロープの結び、ほどけたロープを首から剥がすとメリメリと音がした。悔しくてたまらん、今朝まであんなに楽しそうに笑っていたこの子がどうしてこんなひどい目に遭わなきゃいけない。だけど今私と聖子は死の運命を乗り越えた。二人いれば大丈夫だ。私は目の前で呼吸をしている聖子の顔を見て涙が止まらなかった。聖子、もう聖子の体に頭を乗せる。どうしたの。聖子の様子、まるで恐ろしいものに再会し、足をふらつかせながら、やだー、聖子、なんで、どうして、意味がわからない。錯乱しているのかな。待ってよ、どうしたの。聖子の後を追って駆け出す。聖、ちょっと、この学校を通りす、わかるかな。こ、それは一度目よりもいい子。逃げる？できないってわかってる。あなた一回これからたっぷりと味わうといいわ。いやー！あまりにもひどい。これほど残酷な私が余計なことをしたせいで、
私のせい、聖子の方に、額に。だけど、焦点の定まらない目、聖子。どうしてさっき、どうして。いくら問いかけても、何があっても友達だって。答えてよ返事し、まだ、温かみの残る聖子の頭をだ、何もできない。張り巡らされた冷たい檻に吸い込まれるように、ここは